正直欲しい。100年間メソッド作る、100年間のその動きが生きてくるんですよ。ちょっとすごい、これは話話だけどね。さあ、最後ね、よく音を聞ける体に持っている。でも通っちゃったから死ぬんですよ。びっくりするじゃないか。あ、一緒にやるの、はい、どうぞやってください。やって、2人やって、2人やって、2人やって、はい、どうぞ、2人やってください、はい、いいですよ、もう一回やってください、どうぞ、はい、どうぞやってください、どうぞ。はい、立ったっけ席。まあそれは極端に言うけど、立ったっけ立たなんだ。あー、いや違うな。すごい面白かった。えらい違うな。やっぱりこんなふうに人の目ってのは体に映した時に、まあ、スキルもあるし、それぞれ持ってる訓練もあるし、感覚もあるし、もっと違って見えるわけよ。考え方がもっと違うんだよ。武器でこんだけ違うんだったら考え方がもっと違うよ。混乱を起こすわ、ほんまに。一緒にしようなんてね、よっぽど動かさない限り、ね、はい、やりましょう。
どっちにしろ、まあ答え方も面白いけど、答えがどっちを選ぶにしても構いませんよ。どっちをみんなで試したか構いませんよ。どっちでもいいんですよ。はい、さっきの動きと違う動きをするんですよ、ね、そうです。あなたが作った関係の動きとの関係、心理的関係、精神的関係、それからあの私の言えばね、思ったこととあるわけでしょ。でも見たら思ったことに思いつくでしょ。でもなんとなく違うんだったら、それと違うことを意識しながら、違う同じ動きなのに違った意識を持っていける可能性もあるよ。人の動きを見ながら自分とのコントラだからね、最終的には。でもこの相手の動きを見た瞬間、相手の動きとコントラになるということは、自分の動きに戻ることになるから、最終的に自分の全く違うようにやってくるから、こんなこと私やったんだっけっていう落差があればあるほど、あなたは自分の元々のナチュラルな、ね、自分で初めて気づくナチュラルがあるんで、自分で人が動いてくれたら分かるね、それに気づくことになるから、あんまり違った動きするよりも、本当は元の動きに戻るようにするためには、中間の人が全く自分と違うことをやってくれる方が助かる、まあ、こういうふうに外国人と付き合うのはそういう方法だから、外国人と付き合うのはそのネタを中間に置くことだから、そして全く自分のオリジナルになることに対して自信を持ってね、惑わされないで自信を持って自分をやりきる力のことを言うんだからね。それはナチュラルだと言うし、ネーションだと言うし、オリジナリティって呼んでるよ。僕らはネーションから離れられるわけないからね。どうぞ頑張って言うけど、はい、大谷翔平迷うだろうけど、二つの似てるんだけど違うっていう考え方を相手に持たせるということは、あなたの中に自信が出たってこと、ね、動きてから見たら体の中に迷いがないってこと、迷い似ててもいいんだ、ね、だって中間があるから、中間という言い方が一番大事なんだけど、中間お互いの多くの人がその場所にいて、その時間にいて、中間に何を想像したかっていうことですよね。だから本当は見えないんです、そういうことって、コミュニカンバセーションの中に。でも観念とかその場の状況を読み取る感覚とかに中間は常にある、似たものと似てないもの。